すべてはお客様のうまいのために、アサヒビールとマツダの提供でお送りします。すごいこれ、美しい。うっとりと肉が焼けるのを眺める清純派アイドル、渡辺真由21歳。もうなんか隙間のこのなんか穴開いてる。お肉食べると本当元気になるんだ。大の好物だという焼肉をたらふく食べて、間近に迫る頂上決戦に挑もうとしていた。すごい。8日前の土曜日、第7回 AKB48 選抜総選挙。渡辺真由。渡辺の2連覇をかけた戦いが注目を集めていた。王座を失った瞬間、自然とこぼれたのは意外にも笑顔。まあでもしょうがないですね。2連覇できなかったので、まあ、3位という結果ですが、まあまだまだ現状に満足せず、私は負けず嫌いな性格なので、これからも常に上を目指して日々いろんなことを、自分の目の前のことに一生懸命取り組んで頑張ってまいりたいと期待しております。思います。はい、はい、ね、もう時間がないですね。ということで今回はたくさんの応援を本当にありがとうございました。多くの者が泣きじゃくる中、悔しさをみじんも感じさせないスピーチは清々しい印象さえ残した。その翌朝、いいですね、早起き、そして散歩するのもなんか健康的で、あのおじさん。わずかばかりの仮眠を取った後、取材に応じてくれたのはまだ朝6時過ぎ。1位じゃなかったら泣いちゃったとかするのかなと思ったんですけど、それがなくて。そんな弱くない、むしろ1位だった方が泣いてましたね。国民的アイドルグループ AKB48、 渡辺はその中心メンバーの一人だ。いつも清楚なイメージのキャラはどこか古き良きアイドルを思わせる。 AKB のまゆゆとして青春の全てをかけてきた。これまで浮いた話一つない。自らを完璧主義者という彼女は今岐路に立っている。 AKB のまゆゆっていうものを取ったら何も残るものがないなって思うんですね、いつも考えてて。だからそうならないためにもっといろんな力をつけていかなきゃ、実力をつけていかなきゃなって本当日々痛感してるので、パパはドラマやりながら AKB の活動をしたい。焼肉が好きで虫が大嫌い。何あれ、蜂だ。もうこっちがいい話してんのにもうないよ。無邪気で負けず嫌いのアイドルには秘めた思いがある。大して大きくなかった、恥ずかしい。アイドル渡辺を育てた町、秋葉原。ファンにとってはこの雑居ビルはいわば聖地。何回目ですか？数えられない。もう出演回数が私300、400。収容人数わずか250人の AKB48 劇場、渡辺のホッとできる場所だ。10代前半から20代まで、彼女たちにとって AKB は学校のクラブ活動の代わりだったのかもしれない。渡辺にも入部したてのようなワクワクした気持ちがまだ残っている。それまでもはっきり覚えてるんですけど、本当に楽しくて一瞬で終わりました、本番。
めっちゃ楽しいと思った。こんな楽しいことってあるんだなって。特にやっぱこの劇場公演が一番距離も近いし、すぐ反応がすぐ返ってくるから、それが楽しいです。ただここは大人の社会でもある。お金を払って足を運んでくれるファンの反応が、時に一緒に過ごしてきた仲間をライバルに変える。人気こそがアイドルとしてのバロメーターになるからだ。AKB のメンバーとして渡辺は楽しさも味わった反面、その残酷さも知っている。だからアイドルとはどうあるべきか、そのことだけを考えて自分を戒めてきた。私は私なりのアイドルというか、まあ、王道なというか、夢と希望じゃないですけど、そういう綺麗な部分だけを見せるみたいな、そういうアイドルってそういうものなんじゃないかなって思うから、やっぱそういうアイドルの姿を見て元気になるっていう人もいたり、仕事頑張ろうとかそういう風に思ってもらえるって方がいらっしゃる限り、この活動はしていきたいし、やっぱ必要とされるからこそアイドルは輝くと思うので、AKB 恒例の握手会。この日も早くから大勢のファンが詰めかけた。渡辺が会場に入ったのは朝8時。これから12時間の長丁場だ。早って、おはようございます。 CD1 枚につき握手ができるのはほんの数秒でも、ファンは前約束する元気、あ、元気です。ちょっと見てるよ。あ、本当ですか。そうせく絶対頑張ろうね。2連覇しようね、絶対ね。頑張りましょう。じゃあね、じゃあね。どうもありがとう。やばい、手預けてる。そうだ、本当だ。ごめんなさい。朝はかかった。一人一人にとって至福の時だということを、王道アイドルはよく分かっている。ね、何食べたお昼は。お昼食べた。あとは寿司。わずかな休憩時間。真っ先に駆けつけたのは、豚の生姜焼きコーナー。お肉ばっかりですね。すごいお肉が好きで、野菜は全然食べなくて、食べろって言われるんですけども、ね、食べて次に備えます。ありがとう。はい、また後ほど。渡辺のブースには一日中長蛇の列。この日だけで2000人以上のファンと握手しただろうか。それでも笑顔を絶やさないのは渡辺にとって当たり前のこと。夢と希望を与えるのが私の仕事だから。あ、え、お肉、はい、食べたい。ありがとうございます。お肉のみ、お家帰ってからご飯あるので、とりあえずつなぎで。そのお肉まじまじと取らないでください。恥ずかしいな。お疲れ様でした。一部の隙も見せず一日を終えた。新曲の発表を控えて渡辺はボイストレーニングに励んでいた。フェードアウトしていく感じ。5枚目のソロシングル。実は渡辺、全くもって歌唱力に自信がないのだ。ここで攻め、ここが痛い、ここが超が痛い。グループではなく一人で歌うのはかなりのプレッシャー。ありがとうございました。もっとレッスンを受けたいのに時間がなく、次の仕事場へ。寝る時間がもう本当いらないな。寝なくても大丈夫な体が欲しいなって。寝る時間も欲しい。テレビ局の楽屋。これからソロで歌わなくてはならない。
でもちょっとその前に一仕事、ラジオのコメント撮り。突然ですがここでまゆゆの唐揚げ予報。今日の岡山県は生姜をたっぷり使った醤油唐揚げがおすすめでしょう。スタジオ本番前、まさに分刻みに忙しい AKB のトップ3が顔を合わせた。あ、ブツブツ仕上がって、あ、乳首みんな同じことする。AKB 本当に嫌い。ここでここ嫌いここで情熱大陸をご覧の皆さん、ここでございます。じゃ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 だけ。オリジナル。渡辺の緊張を察して同期の柏木が声をかける。グローバルゲームの方、いや、嘘つきやん。やだ、全然ありがとう、元気出た。出会いの中で続くものを持って未来のために。いつの日か AKB の誰にだってグループを卒業する日が来る。慣れないソロで歌いながら、渡辺はそんなことを思っていたのかもしれない。総選挙まであと1ヶ月を切っていた。連日連夜、そしてまた朝が来る。おはようございます。睡眠時間は3時間に満たない。おはようございます。今からメイクするんで、ちょっとブスなんで座ってください。めっちゃブスなんで。つい歌た寝をしてしまった。でも目を覚ますとすぐさまアイドルの顔に戻った。はい、寝てました。いや、眠いだけです。眠いから寝ました。でも起きました。疲れているなんて言うはずもない渡辺だったが、ある日のこと、点滴を受けていた。過労とは分かっていても気丈に振る舞ってしまう。あ、でも本当今、本当今までの人生で一番忙しい時だと思うし、一番頑張んなきゃいけない時だから、体調管理自分でしっかりやっていかないといけない。そんな簡単に仕事に穴開けられないし、代わりもいないので。こんな時でもやっぱり優等生。30分だけ横になってまた仕事に向かった。1994年、三人姉妹の末っ子として生まれた。幼い頃から極端なテレ屋さん。シンデレラや人魚姫といったおとぎ話に自分を重ねるのが好きだった。54番渡辺真由です。11歳です。今風邪をちょっと引いていて声が出ないけど、一生懸命頑張ります。自ら望んでオーディションを受けに来たのに、審査員と目を合わすことさえできない。そんな女の子が夢見たおとぎ話の世界が AKB だった。一体誰が今の真由を想像できただろうか。初めてすごく緊張していますが、ハートフル、ピースフル、ビューティフルなフルパワーで頑張っていきますので、今日はよろしくお願いします。内気だった少女は潔癖なまでに理想を追い求めてきた。そんな彼女をファンはアイドルサイボーグと呼ぶ。楽屋で台本を読んでいる時のこと、カメラを渡辺の足にズームした。その通りです。そしてせっかくなので二階堂さんです。もう一度カメラを足に向けてみた。足汚い。いや、え、場所
で下がったらなんか足かなと思って。今どこ取られたか分かります？まあ引き絵で全身レンズのその中のあれがこうやって動くから。常に人から見られていることを意識する、それがアイドルの証。仕事の合間表参道でショッピング、とはいえマネージャーがくれた時間は30分だけだった。ショッピングは結構好きなんで、友達とも行くけど、結構洋服とかの買い物になるとお店偏っちゃったり、結構なんか付き合わせたりするの申し訳ないなって思っちゃうから一人で黙々と。まゆゆではなく渡辺まゆが今お気に入りの一軒。下ウサギがいるのかと思った。ウサギと思った。動物に癒されたい。最近すごい癒しを求めちゃって疲れてるのかなと思って。疲れているのかなと取材中初めて漏らした。カメラを向けられていることも忘れていた。服脱ぐ直前まで危うく脱ぎかけるところでした。こっちだ。私カーブ似合わない残念ながら買います。4月から始まったドラマの撮影日。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、お手洗いにちょっと。あ、すいません。緊張するとお腹が痛くなるたちらしい。ドラマの主役という重圧もあったのかもしれない。以前から女優に憧れていると口にしてきた渡辺だったが、繰り返しダメ出しを受けていた。泣いちゃってほしい。もっと強く言ってほしい。そこは。はい。うん、全然。はい。ちょっともう一回やらせてください。はい。はい。はい。大丈夫。少し塗ったくなかったら全然塗らなくていい。全然。厳しいドラマの現場で教わったことがある。役を演じるということは。AKB のまゆゆを捨てることなのだ。ね、ずっと AKB にいるわけではないので、そのうちも卒業っていう時も来るし、そうなった時にはもう AKB じゃなくて本当に外の世界にで一人でやっていかなきゃいけないので、そういうアイドルっていうのは捨てたいなと思って、でもなかなか難しいですね。急には。思えば、いつも大きな二人の背中を見てきた。信じてきたアイドル像。だけど世間は今、ぶっちゃけキャラのアイドルをもてはやす。だから。努力なんて報われないんじゃないかって揺らいだこともある。なんだ、 AKB は真面目に頑張ったり一生懸命やったりストイックにやったり、それが正解じゃないところなんで、 AKB 真面目な子が損をするような世界でもあるので、 AKB は。私はいつか絶対報われると信じて諦めないでやってきたので。デビューから8年目、報われる日が来た。1位は渡辺真由。新しい AKB の今頂点に立ちました。今
あれから1年が経った。嬉しい。あー、お腹すいた。ライスとユッケ、もやしナムル、タン塩、肩ロースと調味の、今はタレのガツガツ行きたい気分です。めっちゃお腹空いてる。いきます。うん、うん、うん。1年に一度の決戦の時を控えて、この日総選挙の得票数の速報が出た。あ、ツイッターちょっと早めに、すいません、すぐ終わらせます。応援してくれたファンに早速ツイッターで呼びかけた。目指せ2連覇、一緒に頂点へ行きましょう。今まで生きてきた中で、その一番っていうものを取ったことがなかったんで、やっぱその去年取った総選挙の1位っていうのは、私の今までの人生の中で残してきたもので一番大きなものだったかなって。やっぱここまで来たからには史上初の2連覇を達成して、なんか AKB の新しい伝説を作りたいなって。お腹いっぱい、眠くなってきちゃった。2015年6月6日、総選挙当日。皆さん、時間がないので、今までに感じたことのない緊張感で、すごい、めっちゃ怖いなって。この1年、海なかったの？いや、あります、いっぱい。静かに語り出した渡辺真由21歳の本音。総選挙の翌朝、渡辺が取材に応じてくれた。茶色い、なんかもう、なんか上位のメンバーが固まっちゃってきてて、どんどんやっぱ次の世代につなげていかないとなって昨日見てすごい思ってて、そのためにもだから私が次のステップへ進めるようにちゃんと準備して力つけて後輩につないでいかなきゃなって思ったし、うん、ならないかな、もう十分満喫できたかな。アイドルじゃない人生もうやってみたいし、生まれ変わったら猫とか自由でね、のんびりしてていいなって思うかな。うわ、ダンゴムシ、あ、すごい、うわ、すごい。生まれ変わったらと問われて、猫になりたい、そう答えるところがやっぱりアイドル。誰が泣いたりするもんか。